みんな元気ですか？皆さん元気ですか？おはようございます。起きてください。あ、学校行ってくる。元気？はい。ハロー。元気は元気です。電車の中で見てるの、隣の人に見せちゃいな。Hello.何飲んでるの？元気ドリンク飲んでます。お酒じゃないです。なんか、あ、なんていうの、エナジードリンク的なやつ。おはよう。日本は今9時。目覚めた？僕のインスタグラムライブで目覚めましたか？それみんな通知行くのかな？今日はジム行って、今日はっていうかジム毎日行ってるんですけど、ジム行って、今日もジム行って、で、まあいろいろ、やって、今一段落ついてきました。
はい、大学生。8月まで金髪にしててくれる。うん、多分ね、2回から 1.5 回ブリーチしてるから勝手にキープしちゃうと思うんだよね。あ、最近はね、多分しばらくは明るくしない予定。しないで、その子に似合う髪型が好きかな。すっぴん、すっぴんですよ。ずっとずっとすっぴんです。どうやったら元気くんにコメント読んでもらえるかなって言った君、今読みました。お酒飲んだりしてる？飲んでないです。でも、あ、この間ね、なんかこっちでブーベアっていうお酒飲んで強かった。でも美味しかったです。韓国アイドル誰が好き？韓国アイドルか。でも最近好きなのはソミが好きかな。あとイッツィが好きです。子供の名前元気ですって、マジで？本当に？それは元気だから元気ってこと？たまたまかな。眉毛のお手入れはこのウィーンってやつでウィーンってやってます。ある程度なんか形は整えてもらってメイクさんとかに、でそこから定期的にウィーンってやってる。コメント一回も読んでくれない、くれてない。読みましたよ。日本と海外の違いはありますか？言葉と時間の違いです。お風呂は湯船に浸かる派ですか？たまに浸かりますね。アホ毛かわいい。これね、なんか髪の毛がね伸びるから大変です。オムライス好き？最近食べてないね。モスバーガー食べたことありますか？食べたことあります。でもマックが好き。ブイーンってしますよ。今日はヒゲが多くない？うん、別に毎日は多くないよ。眠いから寝てもいい？寝ていいよ。でもつけたまんまにしといてね。イワチの声で寝れる？寝ないでよ、せっかくインスタライブしてるから。ジムでは何の音楽聴いてるの？ジムではパジャマパーティー爆音で聴いてます。今日誕生日です。ハッピーバースデー。しんどい、かわいい。しんどわないでよ。質問が止まった。あ、下行って。今からお仕事頑張ってね。最近米編多くて嬉しい。ジョイさんのケーキ元気くんが作った？そう、僕が作った。こうやって書いてやったよ。ラーメン好き？ラーメン食べたい。みんな、なんか面白い質問ないの？なんでこんな可愛いの？
私今受験生です。元気くん応援してください。絶対大丈夫、頑張れ。酔っ払ったらどうなるの？変わんないよ。今日は寒いです。結婚する？付き合う？友達になる？ゾイさんのタンプで今年は何のコンチあげたの？今年はね、アップルウォッチあげました。イワチより可愛いと思う人いますか？それはいっぱいいるよね。最近可愛いと思う人、誰だろうね。いないね。嘘嘘。いると思います。あ、僕より可愛いってか俺が可愛い基準の話になってるけど、綺麗な人だったら誰だろう。でも本当に可愛い、マッケンジー・フォイちゃんとかすごい可愛いよね。あのインターステラーの、映画の子、今すごい大人になったけど。あと12分で仕事で行きたくない。行っちゃ行かなくていいよ。ね、全員みんなマックの話ばっかだからちょっと違うお話してよ。I love this song. Me too. I love Justin Bieber. え、韓国語できた。これなんて読むのかな。韓国語ハングル。ああ、わからないな。ちゃんと勉強します。いろんな字を読めるように。いわち、今日の予定はこの後はご飯食べに行きます。日本人女性に興味ないの僕はファンの皆さん、ファンの皆さん愛してるから興味ありますよ、もちろん。っていうかまあね、昔からアシュレイ・テスデールちゃんとかが好きだったり、いろんな、まあ、海外のドラマとかよく見てるからね、俳優さんもかっこいいし、いろんな世界中のいろんなタレントさんが好きです。今日の夜ご飯は何だろう、まだ決めてないです。憧れの車はありますか？最近憧れの車はね、ランボルギーニが好きです。普通にかっこいいなって思う。え、また韓国語できた。わかんない、読めない。 I'm sorry。 ごめんね、読めない。料理しない。タケノコ食べてる。美味しそうだね。僕もダイエット頑張ってます。ランボルギーニかっこいいよね。世界中にファンがいる、ファンいるんだね。本当にありがとうございます。本当に皆さんがいるからこそこうやって、毎日が幸せに生きていけるし、皆さんがいなかったらまずこうやってインスタグラムライブもすることができないと思うから、本当に幸せですね。だから
なんか毎日が恩返しです、僕にとって。毎日が恩返しだし、毎日がハッピーな生活だし、本当に幸せです。僕が幸せでいるから、いることによって皆さんも幸せになると思うんですよね。最近は毎日元気に会えて幸せ、僕もです。フェアリーに年齢制限ありますか？ないよ皆さん、なんか面白い質問教えてください。面白い質問募集中です。腹筋見せて。腹筋はまだ見せないよ。トイレットペーパーはシングルですかダブルですか？これ前言った気がする。好きな芸人さん、好きな芸人さん誰だろう。あれ、なんか名前わかんないや。